どうも皆さん、マッシーです。ということで、ハローハピーの水着限定が来ましたね。まあ日頃からこの自分のね動画を見てる方は、まあ皆まで言わなくてもわかりますよね。つるまき心を当てるまで引いていこうと思います。それでは早速10連目スタート。もう、ね、最近ね、俺ね、もう乗れに乗ってて、無料ガチャでも星5が当たるし、この前の単発とかその前の単発でもピックアップのね星4が当たるなんてもうすごいのよね。もう今ね乗っちゃってるから、この調子でね、もう早速、まあ、鶴巻心とかね、奥さん美咲ちゃんじゃなくても、まあ、北沢はぐみちゃんをサクッと当ててね、幸先よくね、行きたいなというところですよね。あ、これだろ。はいはいはい。これが今回のね、はぐみちゃんですね。よかった。今回は普通に幸先よく出てきてくれましたね。この前のアゴちゃん200連でも出なかったから、結局、天井で交換しましたからね。まあまあまあ、まだここから昇格する可能性は残ってるので、星5メンバーはおそらく出てこないと思うんですけど、まあ北沢はぐみちゃんは全然出てくる可能性はあるので、今回ね、はぐみちゃんのスキル的に、おそらくスコラに絶対入ってくるメンバーだから、なるべくね、はぐみちゃんもね、スキルレベルを上げときたいんですよ。まあ、今回ちょっと、スコラン上位を狙いたいので、はいはいはい、モカちゃんね。安い。それで心が手に入るのは安いもんだ。ああ！これもまたね、海に行ってますからね、このイベントも。ただ水着じゃない。脱げ！はい、ありがとうございます。さあ、どちらが当たるのか、ちょっと楽しみですね。まあ、正直ね、奥沢美咲ちゃんでもいいですよ。だってもう心は当てるまで引くから、だったら先に美咲ちゃんを当ててその後に心を当てるっていうのもまた一興ですよね。まあ最悪あの丸山彩ちゃん以外だったら僕は誰でもいいんですけど、彩ちゃんは彩ちゃんでもね、前回の彩ちゃん持ってないから、あっちだったらもう喜ぶ。このまま心でいいです。このままこのままでいいよ。はい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 、これ今回の美咲ちゃんですね。オッケーオッケー、全然いい。いや、いいね、カットインがいい。そうそう、あーいいね。いやー、ありがとうございます。奥沢美咲ちゃん、次は左下の子をお願いします。一番左の方です。おお、これあれだ、三章のかすみちゃんかな。あー、そうだ、ありがとうございます。スターかすみちゃん、そのスターのおかげで星5が出ました。増やしてもらってありがとうございます。いや、8月のガチャ運、ほんと上り調子よ。まだとどまるところを知らない。まあまあ、ここは一旦ね、箸休めという意味で、まあいいでしょう。5番セカンド、奥沢美咲ちゃんね。よくよく考えたら、素人が5番セカンドってとんでもないけどね。まあまあ、でも結構、星さん出てるから、ね、まあやっぱり、まだ運がね、ありますよ。さあ、このロードはあるよ。ただ最近クレジットを削除したから、1からダウンロードしてる可能性もあるんですけど、まあまあまあ、まだいいでしょう。あ、出た。煽りの決まりだ。ただね、このひまりにね、煽られた後、なんだかんだね、いい結果になっていることが多い気がするのよ。だからもしかしたら幸運のひまりなのかもしれない。さあ、どうだ？これも、あるかもよ。はい！やっぱり幸運のひまりでしたね。ありがとうございます。さあ、鶴巻心が当たるのか。もし心が当たれば、でも今日のガチャ動画これで終了なんで、相当短い動画になると思うんですよね。なので、まあこの後なんか適当な動画を入れてね、もう尺稼ぎしてやろうと思いますけど、もうでも今の俺のガチャ運ってほんと上り上司だから、とどまるところ知らないから、ここで多分ね、絶対出てきてくれると思うんですよ。ほんとにね、サクッとね、心が来てくれると。はい、これ。まあ、ピックアップではあったんでね。あと、スキルレベル上がるしね。EX マスターキューブもらえるしね。水着見れるしね。全然、OK です。いや、でも今いい感じよ。ほら！上り上司なのよ！ガチャ運が今これでも昇格あるんで、2次から全然星5メンバー出てくることはもう普通に起こり得ることなんで、ここから鶴巻心が出ること全然あります。これはあれかな、後半に出るパターンかな、多分10連目とかで出てくること。あー、カオル先輩か。はいはい、これはね、心いるよ。うん、左側に儚きババ抜きせたかうね。まあ、ちょうど今のイベントには刺さるけども、欲しいのはそこじゃないんだよ、心なんだよ。久しぶりに出たな。天井へ行こうじゃないのよ、上を刺すな、上を。まあでも今運気は本当にいいからね。さあ、来るか。
まあ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 、まあ今のは箸休めですよね。問題はこっからですよ。さあどうだ。あー、まあまだ100連目です。次で100連目。うん、まあ確率通りではあるんでね。お願いします、お願い。もうそろそろ出てきてもいいんじゃないかなね。これガチャボーナス機能あったら2回は新規の星5出てたんだよな。いやー、もうええやろ、そろそろ出てきても。頼む、お願い。終わった。あー、俺の全盛期終わったわ。早かった。しばらくもう星5見てないもん。もうしんどいわこのガチャ、本当に。だよな、そうだよな、もうそろそろ出てもよかったもんね。もうこれがおそらく事実上ラストチャンスぐらいになってくるから、ここで当てます。ありがとうございます。あ、待って、違う、いや違う違う違う、嘘だって、嘘だって言ってくれ、待ってくれって、嘘やん。え、夢？リミ、止まっちゃダメ、追ってきてる、こっち。夢？いやー結構ダメージくるねこれ。そうか、まあまあまあ一応これでスターは最後ですね。まあちょっとさっき当たらなかったからな、あれがもう。この麗しいお姫様を、俺もさらわれちまったよ。水着心が工場心に。とりあえずこれでスターはなくなったんですけど、ただまあ一応ガチャチケがあるので、これでまああと29連引いて、まあ一応天井まで行こうかなと思います。まあそうだよな、まあやっぱ単発はなかなか出ないわな。まあもうあと13連ぐらいしかないんで、多分このまま天井だと思いますね。まあ出る未来が見えないっすもんね、ほんと。ちょっと待って、これあるぞ。昇格お願いします。あ、まあ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 、うん、今回のはぐみちゃんだね。まあ昇格はしなかったけど、これちょっとあれじゃない、もしかすると風向き変わり始めてない？あと11連、もしかするともう一アクションぐらいあるんじゃないか、ひょっとすると。まあもしなかったとしても、あとまあ10連で一応鶴舞心はゲットできるから、うん、まあそれはそうなんだが、その前にもう一回ぐらい何かしらのビッグウェーブがあった。皆さんいいっすか、ここで心当てちゃっても。今回は本物だよな、今回は夢じゃないよな。いやーよかった。ここで終わってもいいんですが、天井まで行ってみますか。一回ちょっとやってみたかったのが、その天井で鶴巻心を交換してみて、まあ、それで EX キューブも手に入るのかってちょっと見てみたかったんで、そこまで行ってみようと思います。さあラスト、まあ最後のね、1連引いていきます。おお、最後黄色ですか、はいはいはい。ちょっと待って、昇格した。あら、今回のはぐみちゃんじゃん、最後の最後で星音はぐみちゃん上り調子やん。水が冷たくて気持ちいいわ。あ、これやっぱ EX キューブもらえないんだ。ああそうなんだ。だったらあれ交換しとけばよかったな。